よし。今この時間、全く1年前のこの時間はこういう時は来るかは全く予想しておりませんけど、我々一の巻スポーツ振興サポートセンターはこう地域をスポーツを通して町おこしをしようという活動を進めて、震災前からウォーキングには力を入れています。今日もたくさんこれまでのプログラムに参加していただいた方もたくさん参加していただいてますけれども、月に1回のグルメランチをそういう石巻の歴史的、文化的、食材なんかを探しながら歩いていただくというプログラムをしようと思いましたけれども、こういう復興ウォーキングという形でウォーキングプログラムを作ると思っておりますので、今日本当に復興の過程をですね、何回複数回参加していただいている方は参加する歩くたびに日々石巻の様子変わっていると思いますので、ぜひその過程を見ながら歩いていただきたいと思います。今日コース上はですね、たくさん多くの方にとって、皆さんもそうだと思いますけれども、身近な方、ご親戚などのご命日になっている方がたくさんいらっしゃると思います。で、筋でそういう法事ですとかたくさん行われてますので、ぜひそういうところは厳かな気持ちで歩いていただければと思います。じゃあ最初にですね、石巻スポーツ振興サポートセンター理事長松村義行より挨拶させていただきます。皆さんおはようございます。もう早いものでね、なんか昨日のように思われます。でも、昨日のことをいつまでも考えてもしょうがないので、一歩でもこのウォーキングと同じように前に進むことが、ここの本当に大事になると思います。で、こういうスポーツを通してですね、町を元気に、皆さんを元気に、またそのパワーを私たちもいただいて、自らも元気になっていきたいと思います。で、この活動をですね、通していろいろ震災前も、10年間やってきたんですけれども、皆さんのおかげでですね、今年になってから総務大臣賞をいただきました。これは地域を、そういうスポーツ活動を通して、元気にしたということで、これも、参加していただいた皆さんのおかげかと思います。スポーツもですね、もうこれからはただ大会とか競技じゃなくて、こういう皆さんの緻密な毎日の健康に関わることが日本にとっては必要になってくる、もうこの第一歩だと思いますので、今日はですね、今うちのマネージャーが言ったようにですね、いろんな思いもありますけれども、明日に向かって頑張っていきたいと思いますので、よろしくお願いします。でもなんか旗を一個ここで転んでなんか転んでしまってさズボンはダメにするわ。ダイヤにの町の街中、だいたい2メートル50センチくらい、どこもですね、天井くらいまで来ています。で、そうやってなんか、お店ができなくなった反面ですね、コミュニティがとても濃密になりました。あまり今までコミュニティがなかった町がです。いろんな社会的な活動もいろんなお店が始めまして、例えば目の前に丸かさんという魚屋さんがあるんですけれども、そちらなんかもすごい早い段階で片付けた自分の敷地内をですね、地元の名店、お寿司屋さんですとか料亭なんかに提供して、名店街をこう構成しているような活動もされていました。で、ここのお魚屋さんではですね、多くの石巻の人たちはたくさんの炊き出しですとか支援物資いただいたんですけれども、ここのお魚屋さんではボランティア向けの炊き出しというのを逆に行っていました。川の方にまっすぐ行ったところには自衛隊のお風呂がありましたね。その自衛隊のお風呂も大事なコミュニティスペースでした。多くの方がそこでなんかこう顔を合わせて頑張ろうねと言い合うような。
し、自衛隊の人もとても優しかったですね。こんな日本の自衛隊ってこんなに優しくてこう、そうだね、戦争になった時にちゃんと鉄砲撃てるのかなっていうくらい一番優しかったのが自衛隊の人です。はい、それは、はい、では進みます。はい、今ちょっと影に隠れます。氷球、あそこの、あの下まで氷の文字の一番下ぐらいまで津波が高いところに来たそうです。ここから水出してもらう。あの高さだと、あの、はい、あの赤い氷っていう文字の下までに、はい。はい、まあ、あとあの大橋の方、ちょっとこれはね、私の、あのサッカーの教え子のお母さんなんですけども、日和大橋、ちょうど津波来た時通ってて、はい、一番高いところに渋滞にはまって、で一晩そこで津波を下くぐるのを見て、で5台だけ残ったそうです。車ずっと10ずつ津波になってて、上の方にこう、アーチのところの上に5台、はい、この前後はアウト、もう流されて、あ、ごめんなさい、奇跡の人だって私たちこう親の間では言ってましたけど、はい、はい、あれそれぐらい高く来たっていうことなんですね。あの日和大橋とあの氷のところ、氷っていう文字のところを見ていただくと分かりますけれども、まあ、あの歩きながら上から見たのと下から見たのと比べてみてください。おはようございます。公園というですね、旧葛西市という石巻の豪族がお城を構えていた公園です。で本当に震災の直前、震災の2ヶ月前にですね、石巻を舞台にしたエクレールという映画が撮影されていました。で本当にあの多くの市民のエキストラ参加をもとに完成した映画なんですけれども、その映画はですね、あの日和山のこう一番最後の華やかなところを記録した貴重な映像として残っております。まもなく DVD が発売されるということですね。で、あの本日ですね、こちらの方でもテントが張ってありますが、石巻市内各旧支部ごとにですね、合同慰霊祭が行われます。一番は家屋ビッグバンがメイン会場ですけれども、ここでも行われます。あの通るときにですね、中瀬公園になんかこう人が集まってたのが見えたと思いますけれども、そちらはですね、今日夕方から希望の明かり、祈りの明かりというですね、市民の追悼行事も行われます。あの長野オリンピックでも挙げました鳩型のエコバルーンをに今回亡くなった方へのメッセージを書いてですね、あの外空に飛ばそう、あのそういう方に伝えようという行事が本日5時から行われます。